ここはどこだ？なんでこんなところにいるんだ？確か僕はビルの屋上から落ちたんだ。それじゃあここは天国？いやいや、そんな、ここが天国なんてどう見たって普通の部屋。僕は死ななかったのか。いや、そんなはずはない。ビルの屋上から落ちて助かるなんてそんなはずは。一体何が何だかさっぱり分からん。死神、あの時死神が、まさか死神だなんて。でも夢でなければ、これは風か。部屋の中で風？まさか。待ってよ、確かあの時も風が吹いた後に死神が出てきたんだ。死神いるのか。死神さん、いたら出てきてください。死神さん、いませんか。死神さん、いないのか。そうだよな、死神なんているはずないよな。何考えてるんだ、死神なんているはず。うわあ、夢じゃなかったんだ。なんだこんなところに行ったんですか。黙ってないで何とか言ってくださいよ。どうしたんです、随分元気がないじゃないですか。あ、そんなことよりこの顔を見てください。この顔は僕の顔じゃない、全然別人の顔です。それにこんなに老けちゃって、これじゃ80過ぎの老人です。僕はまだ42ですよ。あなたは約束したじゃないですか、天国に行けるって。手違いがあった。手違いって何の手違いがあったんですか。僕は契約通りビルから飛び降りて自殺した。そんな恨めしそうな目で僕を見ないでくださいよ。違う。違うって何が違うんです。お前のせいで降格させられた。どういうことですか。お前は死にたくないと思った。確かに僕は死にたくないと思った。自殺をやめようと思った。そう思ったその瞬間、手にした石がふわっと手からすり抜け宙に舞ったので、慌てて石を掴もうとして、ああ、すいません、慌てて石を掴もうと思ってビルから足を滑らせ落ちた。死神さんとの契約通り死んだんです。もしあの時風が吹いて僕の手から石が宙に舞ったりしなければ、僕はビルから落ちることはなかった。死神さんとの契約も果たせなかったわけです。そうでしょ死神さん。風が吹かなければ、風が
風？死神さんが現れるときはいつも風が。まさか死神さん、僕の衣装。どうしても成績を上げたかった。いくら死神さんの成績が悪いからといって何も僕を殺すことはないじゃないですか。僕はまだ50年も生きられるんですよ。焦ってた。このままでは指導室に落とされてしまうから、どうしても契約が欲しかった。そう思ったらつい吹いてしまった。何がついですか。とにかくこの責任は取ってくださいよ。僕をもう一度生き返らせてください。それが無理なら天国へ連れてってください。できない。できないって随分簡単に言うじゃないですか。エマ大王様に知れてしまった。そんなの関係ないでしょ。死ねばいいんでしょ。死ねば。そんな簡単なもんじゃない。あの世にはあの世の厳しいしきたりがあって、自殺は自殺者の意思によって行われ、いかなる邪神も入ってはいけない。どういうこと？すなわち自殺に手を貸してはいけないということ。じゃあ僕は死神さんのせいで天国に行けないんじゃないか。お前が心変わりしなければ降格されずに済んだ。じゃあ僕が悪いというんですか。よく言うよな、自分の邪悪に満ちた行為を僕のせいにするなんて。だからあんたたちはみんなに嫌われるんだ。なんですか、なんで僕を睨むんですか。他と違うでしょ。睨むんだったら自分を睨んだらどうですか。ははー、自分の邪悪に満ちた行為がエンマさんにバレて資料室係にされたんで僕を恨んでるんだ。資料室係にされて。まただよ。都合が悪くなるとすぐ泣くんだから。泣いちゃうよな。分かったから泣くのはやめてください。僕が言い過ぎました。謝りますから泣くのはやめてください。じゃあ何ですか。天国に行けないってことは地獄行きですか。地獄には行かない。え、今何て言いました。地獄には行かない。じゃあどうなるんですか。まさかお化けになるんですか。今流行りの心霊写真に写ったり、柳の下から白い着物着て恨むしようって。何怖がってるんですか。死神さんが怖がってどうするんです。テレビの見すぎ。冗談ですよ、冗談。そんな呆れた目で見なくたっていいじゃないですか。ピンチヒッター。ピンチヒッター、何です。寿命を移植する人間に適合する寿命がすぐ見つかるわけではないから、その人間に適合する寿命が出てくるまで仮にその人間に入っててもらうんだ。名付けて寿命ピンチヒッター。いい名前でしょ。何が寿命ピンチヒッターですか。誰がそんなふざけた名前をつけたんです。私。じゃあ何ですか。このおじいさんの体で、このおじいさんに寿命が見つかるまで、このおじいさんでいるわけですか。50年間も。そうじゃない。この人の寿命はあと2年と決まっているの。そうですよね。この80過ぎの老人が僕の寿命だけ生きたら130歳以上生きることになりますからね。そうですか。この人はあと2年ですか。その後僕はどうなるんですか。僕の寿命が尽きるまでその寿命をピンチヒッターとやらをやってるんですか。お前の寿命は減らない。今何て言いました。
ピンチヒッターをやってる限りお前は永久に不滅。何がケタケタケタですか、笑いながら言うことですか。永久に不滅ってことは永久に成仏できないってことじゃないですか。どういうことなんですか。知りたい？お前は永久に不滅。永久に不滅、どこかで聞いたような言葉だな。長嶋茂雄の巨人号の永久に不滅だ。何を笑ってるんですか。うん、いいネーミングでしょ。何言ってるんですか。そんなことより僕はどうなるんですか。あ、そうそう、あなたね、寿命移植は移植する人間に寿命が入り、魂は天国に行く。寿命移植された人間はその寿命を自分の寿命として命を全うしていく。だから寿命が減っていく。それとは反対に、寿命ピンチヒッターは寿命と魂が分離せず、仮の肉体に入り命を維持する。仮の肉体に入り命を維持する。外見や声は別人だが、中身はあなた本人。すなわち肉体の服を着替えるのと同じこと。だから寿命は減らない。はい、やだやだ、僕はそんなのやだ。マネキンじゃあるまいし、あっちの肉体こっちの肉体着替える、考えただけでも寒気がするわ。それだったら地獄に行った方がまだマシだ。どこに行くんですか。エンマ様に行ってくる。冗談じゃないですか。誰が地獄なんかに行きたいもんですか。すぐ前に受けるんだから。お前は何も分かってない。上司は契約違反だから地獄に落とすと言ったんだ。それをエイマ様に直訴して寿命ピンチヒッターに。それじゃあ死神さんの立場が。僕もサラリーマンやってたから上司に逆らうことがどういうことか身に染みて分かってるつもりです。死神さんすいません、僕のために資料室係にされて。資料室係じゃないの、地獄の雑役係。へえ、そうなんですか。要はあなたのおもり。すいません。いいのよ、私のせいなんだから。僕が心変わりをしたのが悪かったんです。死神さん、泣かないでください。僕も泣けてきます。営業マンといって第一線で活躍していた死神さんの胸中思いはさしてあまりあるものがあります。死神さん、泣かないでください。ありがとう。ともかく寿命ピンチヒッターをやっていればいつかは天国に行ける日が来るかもしれないから頑張って。はい、死神さんの行為を無にしないように寿命ピンチヒッターで頑張ります。いつか天国に行けることを信じて頑張ります。